どうもー、ひーちゃんでーす。どうもー、たっくんでーす。最近、ググるとわけわからんもんばっかり出てくんねん。これたっくん、どないしたらいい思う？ OK Google 言うやん。OK Google の後に、何々をどうしたいとか、こう、近所の何々とか調べるやん。なんか全然関係ないもんばっかり出てくるんやけど、昨日最悪やったで。お股の毛とか出やがって、お前誰がそんなもん検索したいんっていう感じだったんやけど、これどないしたらいいんやろな、たっくん。多分それはあるやな。誰も誰しもあるやん、気分の何言うな。もう多分あれやって。今日行けてないし、しんどいし、なんか聞いてきよった。どないしよう。まあ、とりあえず適当に答えとくか。いう感じで答えられたんちゃうかな。え？ちょっと待って、ちょっと待って。ん？なに？ん？グーグルってなに？気分で変わるんか、あれ。なあ、ダクン。あんな、お前。え？その日の気分でお前、答え変わるんか？うせやん。そんなんあったらお前、めっちゃ困るやんけ、こっち。だってお前、OK、Google、なんやろ、例えばお前、どこそこまで行きたいとか言った時に、地図とかパッと出て、現在地から目的地までこう、こんな感じってルートとか出るやん。あれお前、その日の気分で変えられてみ？どんだけ迂回させられるねん。めっちゃ怖いやん。やめてー。マジやめてー。いや。誰しもが、その日の気分でちゃうやん。ひーちゃんかて、あれやで。気分ねえときは、とこ答えられるやん。あ、ええでーとか言いながら、せやけどめちゃ気分悪いとき、はぁ、何言うてんのお前とかになるやん。さて、しやん。Google さんかて疲れるときは疲れとんねん。せやから答えが変わるやんと思うねんけどな、ちゃうかな。いやお前、それマジで困るパターンやで。ほんまに。お前、OK Google 何のためにあんねん。OK Google、あれ何やったっけな。何言おうとしたんやったっけな。とか抜かしとってみ。わけわからんもん、ぎょうさん出てきようしよう。あと、昨日あれ何やったっけな。待ち合わせ場所やったっかな。なんか言うたらお前、お股の毛とかって出やがって、お前。なんか変なとこにお前誘導しようとしやがって、お前。俺未成年やで。どないせいちゅうねん、ほんまに。思わず開くとこやったわ。あかんやろ、女。抱っこんかって、そうやで。相手は機械や。気分はない。機械に気分あったら、お前めちゃ怖いやん。そうやろ、ダックン。なんでやねん。